まさにこの国際社会が今、大変な悪影響を受けている中において。IOC の判断は、私が申し上げました、完全な形での実施という方針に沿うものであり、仮にそれが困難な場合には、アスリートの皆さんのことを第一に考え、延期の判断も 行わざるを得ないいと考えています今後、IOC とも協議を行うこととなりますが、トランプ大統領をはじめ G7 各国の首脳もこうした私の判断を支持していただければと考えています。もちろん判断を行うのは IOC でありますが、なお、この中止という中止は選択肢にはないと、この点は、ね、IOC も同様だというふうに考えております。そしてこの 私の考え方につきましては、昨晩、オリンピックの組織委員会の森会長にもお話をさせていただき、森会長からバッハ IOC 会長にもお話をしたというふうに承知をしておりますそのあと、理事会が行われたのでございますが、まあ、IOC は。